こんばんは。お疲れ様です、今日はですね、先日から3本連続でご紹介してきた、靴のですね3足のプレメンテを行っていこうと思います。で、3足やるんですけど、ちょっと、このソフィス&ソリッドだけちょっとやり方を変えます。というのも、このソフィス&ソリッドセール品だったんですよね。ということは、まあ、大体作られてから3年から4年ぐらい経っておると、まあ履かれてないので、そんなに何て言うんでしょうね、皮が乾燥してるとかないとは思うんですけど、でも、まあ、作られてからある一定程度時間が経ってるっていうことを考えると、ややっぱりクリームとかを塗っておいた方が安心かなというふうに思いますので、これだけはですねクリームを、ブラシで塗って、それから、ワックスで表面をするっていうふうにしていきます。他の2足に関しては新品なので、よいしょ、例えばこの、これはトレーディングポストオリジナルですけど、これはというか、靴は大概ですね、この出荷される前にもすでにクリームとかで磨かれてるんですよね。なので汚れ落としとか、新品の靴で汚れ落としをする人もいるみたいですけど、僕はその理由がちょっとわからなくて、もう新品の靴にクリーム入れて磨いてあるのだから、もう入れてあるわけですから、私はもうあとはワックスのっければいいんじゃないかなというふうに思っているので、これとあともう一足オリエンタルの方は、ワックスで鏡面するだけにします。はい、というわけで先にですねこの子にクリーム入れていきましょう。これなんか茶靴だなと思ってたんですけど、なんか見れば見るほどなんか赤なのかなっていう風に赤に見えてきたり、まあ赤茶っていうんですかね。今日先に申し上げておくと、結構お酒が入っていまして、焼酎飲みながらやってるんですけど、二階堂を買いましてですね、焼酎飲みながらやってるんですけど、まあ、そんなわけでですね、ちょっともうすでに酔っ払ってるんですよね。なので変なこと言うかもしれないですけど、まあその時はお目に見てやってください。はい、この3足1足目のこのソフィス&ソリッド と、順番に動画上げさせていただいたんですけど、オリエンタルが一番最後で、ソフィス、トレーディングポストオリジナル、オリエンタルの3足の順番で、まあ、新しくお迎えした靴をこう動画で公開していたんですよね。で、まあ私インスタグラムとかツイッターとかやってるんで、どっちでも公開したんですけど、反応が結構まちまちで、インスタグラムではトレーディングポストオリジナルが一番反応があったんですよね。いいねが多かったんですけど、ツイッターではこのソフィス&ソリッドが一番いいねがつきましてですね、へえ、なんか面白いなと思いながら見てたんですけど、こうね、やっぱり僕ツイッターそんなフォロワーさん多いわけじゃないですけど、靴好きな方がおそらくフォローしてくださってるのだろうなと思うんですけど、なんかやっぱ違うんすかね。
インスタとツイッターでは。これプレメンテの時はデリケートクリーム入れる人もいますよね。それもありだと思います。で、今回なんでデリケートクリーム入れずに初っ端から乳化成入れてるかっていうと、これザ・ウェイシングス号さんの乳化成クリームなんですけど、この乳化成クリームものすごく水分量が多いんですよ。もうトロットロでですね、叩くとこうやって寄ってくるぐらい柔らかくできておりまして、まあ、こんな柔らかいクリームなので水分量が多くて、なので、デリケートクリームいらないなっていう、それっていう考えのもとでですね、今回は、この靴に関してはデリケートクリームは使わずにプレメンテを行っていこうというところでございます。この靴茶色なのかな。なんか赤に見えてきましたね、だんだん。こう最近友達の、この前友人の家に行って友人の靴を磨いてきたんですけど、友人が転職するということで、友人はパラブーツが好きでパラブーツをたくさん持ってたんですけど、3足ですかね。で、そのパラブーツ3足磨いてきたんですけど、やっぱり磨いた後のパラブーツを見て友人は非常に喜んでくれましてですね、あ、こんなに綺麗になるんだと、明日から履くわって言ってくれて、その靴を履いて、そのパラブーツを履いてスーツをオーダーしに行ってましたね。いや嬉しいですね、そうやって自分が靴を磨いて喜んでくれて、それで出かけてくれるっていうのは。私一体職業何なんだって話なんですけどね、靴とは全く関係ない仕事をしております。はい、クリーム塗り込みましたので、から拭きしていきます。まあ、やっぱクリーム入れただけでもだいぶ光沢が出ますね。綺麗に発色してくれてます。まあ、元々の皮がいいっていうのもあるんですけどね。これはちなみにアノネのベガノっていう皮ですね。ベガノはどちらかというとそんなにパキッと染色されていなくて、皮のちょっとナチュラルな風合いというか、そういったものをがだいぶ残っている皮になります。はい、こんな感じで、で指にクリームついてるんでちょっと取りまして、ああ、やっぱちょっとお酒が入ってるとあれですね。ああ、じゃあワックス塗っていきましょう。今日はこいつを使っていきます。サフィール、なぜか茶色いワックスを持ってないからです。で時短もありますね。こうこの子だけ黒、つま先ちょっと濃くしてもいいんですけど、つま先ちょっと濃く、それは後からでもできるんで、
なんか初めはちょっとこの色合いの革、この色合いの鏡面をちょっと楽しみたいなっていうところで、で今日はこの無色のワックスを使っていきます。サフィールの無色ですね、無色のワックスです。サフィールの無色のワックスはあのこれめちゃくちゃ使いやすくてですね、例えば黒靴の黒いワックス乗っけて仕上げの時だけこれを上に乗っけるとめちゃくちゃ透明感が出てですね、すごく綺麗に仕上がるんですよね。おすすめです。そしてやっぱり他の染料とかそういう他の物質が多分混じってないのがあるからっていうのもそういう理由もあると思うんですけど、非常に指なじみが良くて体温ですぐ溶けてくれてものすごく塗りやすいです。もう他のワックスって寒かったりとか結構室温によって全然溶けなくて指につかなかったりするんですけど、この無色のワックスに関しては、このサフィールのナチュラルのワックスに関しては全然そんなことないですね。ワックスは何回も薄く広く広げていくのが乾きやすくていいと思いますね。こう乾いてないワックスを磨きにかかると光りにくいので、ちょっと時間置かなきゃ、置く時間もちょっと長くしないと乾かないんですよね。結果磨きにくくなるので、こう広くちょっとつけては広く伸ばしていくっていうのが多分やりやすいです。でいつも言ってることですが、この指のワックス塗ってる時点でちょっと、光っていると、あと鏡面がすごくやりやすいですね。いや今週は仕事がめちゃくちゃ大変で、めっちゃ大変だったんですよ。水曜日休みだから働く時間も少なかったっていうのもあり、ものすごく大変だったんですけど、もう結構大変なところを乗り切りましてですね、結構すべて丸く収まりましたねっていう、もうこの3足はそのご褒美ということで許してもらおうと思うんですけど、一体誰から許してもらうんだって話ですけどね。この時点で光らせておくっていうのはこういうイメージですね。このワックスを薄く広げていってこう擦ってると、どっかのタイミングで光ってくるんですよ、勝手に。自然と光ってくるのでそれに任せるっていう。
この指の腹とか使ってやるといい気がしますね。こう指先で取って、で指の腹で広げる、指の腹も使って広げていくっていう風にすると、こう自然と光ってくるんですよね、ワックスが。これ本当はというか、よく YouTube の動画とかでプロの方がやっておられるやり方をやろうとすると、本当に 7,8 回塗り重ねないといけないんですけど、残念ながらそういう時間がないのでね、あのためにこうやっぱりそれを生業とされている方はそれぐらい時間をかけて、っていうところなんでしょうけど、私はちょっと時間の兼ね合いもあってですね、まあやって3回か4回ですね。でもそれで普段履く分には十分綺麗なレベルになると思います。でもベースはきっちり作る、これベース作りっていうふうに言ったりしますけど、ベースはしっかり作っておいた方が、まあ、光りにくいのは確かですね。ソフィス&ソリッドの、ベースはこのぐらいにしておきましょう。はい、では次、次はこちらトレーディングポスト、オリジナルの、ユニオンロイヤル製のやつですね。ちょっと机の上が汚すぎて CD が崩れてきましたね。よいしょ。いやー、これほんといい革なんですよね。普通の靴と言われても何ら違和感ない、雨用の靴と言われたらって感じですね。うん、だんだん喋ることがなくなってきたので、ちょっと黙ってやりますね。いや、でも黙ってやるとな、なんか靴好きな友達と飲んでる感覚で見てますっていうコメントをよくいただくんですよね。なんか黙ってしまうとその感じがこのチャンネルっていうか、この動画の意味がなくなるような気がするので、なんか喋らないかなと思うんですけど、先日もちょっとお休みの日を使ってこの靴3足を取りに、こう電車に乗ってですね、靴屋さんまで、トレーディングポストさんまで行ってきたんですけど、まあその行く電車の中でこうね電車に乗ってる方々の靴に目が行ってしまうわけですよね、私のような変態は。でもやっぱり日本人で靴をきれいにされてる方っていうのは本当に少ないなとしみじみ感じますね。こう、あ、いい靴履いてる人はいるんですよ。あ、いい靴履いてるって。ただその靴がきれいであるからの確率っていうのは極めて少ない。
なんでかなって考えて、やっぱり日本が靴、もうそもそも靴文化じゃなかったっていうのがあると思うんですよね。靴文化じゃなかったから何なんだって話なんですけど、靴文化じゃなかったからこそ、その靴の手入れを知ってる人がそもそもいなくて、で教えてくれる人もいなくて、で履き、そもそもだから履き方を分かってないっていう、履き方というか手入れの仕方を知らないっていうのは、まあそうですよね。箸の持ち方を知らないのと一緒だと思うんですよ。靴のをきれいにするっていう習慣がない、やり方を知らないっていうのは、なんかそんな風に思いながらですね、電車に揺られながら靴を見ておったんですけど、職場の私の直属の上司も実は靴が好きでですね、靴の話をよくするんですけど、上司に、なんでそんなに靴お詳しいんですか、お好きなんですかっていうふうにお伺いしたら、お客さんに怒られたことがあると。靴がみすぼらしくて、靴は綺麗じゃなかったらやっぱりみすぼらしい、みっともないから、お客さんに叱られたのもあって、こうお客さんの お客さん周りをしている時に、お前の靴は何だと、靴きれいにしなきゃいけ、まあまあまあもっと軽いトーンだったらしいですけどね、靴きれいにしなきゃいけないよっていうふうに言われたと。はあ、なるほど。やっぱ誰かに言われたりしないと分かんないですよね。でもなんで私は靴好きになったんだろうなって思い返すと、本なんですよね。私の場合は本読んで、あ、靴っていいなと思ったんですよね。まずその靴に、あ、その靴にじゃない、その本に、もうその靴を持って帰って舐めるように磨いたって書いてあって、あ、はあ、靴とは磨くものなのかみたいなっていうのが社会人2年目の時でしたかね。あ、そうか、靴って、なるほどね、そういう風に舐めるように磨くようなもんなのねみたいな、確かその本を読んだ時にそう思ったのをなんとなく覚えてるんですけど、まあその本書いてるのが知ってる人だったっていうのもあるんですけどね。その本に書いてあったのがジェームウェストだったんですよね。その本書いてる人が何年目かのボーナスを握りしめて青山コトドリのウェストンに行って
ダブルモンクを買った。でそれを家に帰って磨いて、舐めるように磨いて、次の日履いてみたら、いつも10分ぐらいで着く駅まで足が痛すぎて20分かかったと。でもそれを何ヶ月か続けているうちに、ある日いきなり快感に変わったと。なんかそんなものを読んでいたらもう履きたくなってしまったんですよね。あ、なんかそんな靴履いてみたいと。それで私ウエストに買いに行ったんですよね。初めて買ったそのなんていうか、あの本格的な革靴はちゃんと調べて買いに行ったの、僕ウエストンが初めてだったかな。あの2年目の時に私マグナーニ買ったんですよね。マグナーニを購入しまして、というのも私がアルバイトしてたお店のマスターが、とても素敵なマグナーニを履いておられて、それすごくかっこよかったんですよね。だから社会人になったらマグナーニ欲しいなとなんとなく思っていて、でマグナーニを買って、それで結構満足してたんですよね。マグナーニ履いていい靴だなと思って、未だに持ってますけど、そのマグナーニ赤い、マグナーニですけど、でその後しばらくしてそのウエストンに行ったんですよね。その本を読んで、なんかそんな靴履いてみたいなと思ったんですよね、なぜか。で3年目、あれは3年目でしたね。3年目冬の寒い日でしたけど、11月か12月ぐらいだったと思いますけど、東京で働いて東京に引っ越してきた冬に、ボーナス握りしめてですね、骨董通りの青山のウエストンに行って、以前にも動画にさせていただいているんですけど、カーフとスウェードのコンビのゴルフをオーダーしたのが、あの私の沼の始まりですね。はい、このぐらいのベースで、はい、次はオリエンタルです。はい、このオリエンタルは芯材って固く、芯材がそんなに入ってないんですよ。もうここら辺とか入ってないんですよね。柔らかくなってるんで、そこの芯材のところを見極めながら塗っていかないと、あの履いた時にもうピキピキに割れてしまうんで、あの極めて狭い範囲にですね、表面はしていこうかなと思います。かかとは結構しっかり入ってますね。カウンターここぐらいまで入ってますね。
ムラ感はそんなにないっていう風に動画では申し上げてたんですけど、あのこうやってやっぱりじっくり磨いてこう見ていくと、ところどころやっぱりそのムラ感っていうのがあって、そこにすごくあのコントラストがすごく出ていていい雰囲気ですね。ここのかかとのこことかちょっと分かりにくいですけど、このオリエンタルは結構個人的に綺麗にベースが作れてるように思いますね。なんかええ感じにベースができてきております。これは磨くの楽しみですね。よし、はい、これで3足のベース作りが終わりましたんで磨いていきましょう。平成
紐を結べよってこう思っておられる方もいるのかなと今思いな、あのやりながら思ってたんですけど、紐結ぶと結ぶ型がつくんですよね。結び癖っていうんですかね。僕あれがあんまり好きじゃなくて、こう綺麗じゃないなって。で、人の靴磨くときは靴紐外すんですけど、やっぱり自分の靴、今日もまあ一足ローファーありますけど、いちいち外してられないし、で外すとこう紐入れるときになんかこの革の穴のところに負担がかかってそうで、なんかそれもちょっと嫌なんですよねっていう言い訳を。こうワックスって色がやっぱりあるものをこう選ばれがちだと思うんですけど、多分なんですけど、このナチュラルって本当に扱いやすいと思うんですよね。柔らかくて光りやすくて、なんか余計なものが入ってないっていうのもあると思うんですけど、本当に扱いやすいんですよね。これはおすすめしたいですね。こう特に靴磨きに興味を持たれ始めた方には非常におすすめなのかなと勝手に思っております。あ、さっきなんか僕が結び癖とか言ったのは、なんかなんて言うんですかね、この結ぶためだけのこういう結び方、普通の蝶々結びはいいんですけどね、なんとなくそんな気がしておりまして、1足目完成。こんな感じで、磨きました。はい、では2足目。やっぱり磨くと表情が変わっていいですね。締まるというのか凛とするというのか、でも僕も初めて靴磨き始めたの社会人の2年目ぐらい、スコッチグレインを友達に、同期に教えられた時に、靴磨き一生懸命というか、初め靴磨きをちょっと頑張ってやってたんですけど、まあ全く光んなくて、何どうやったら光るんだぐらいの、何やっても光らんと、こう読み方何回読んでも分からんのですよね。当時まだそんなに靴磨きの動画とかも上がってなかった頃でしたしね、こう何を見本にしていいのか、
あのスコッチグレインの、ホームページにあるモルトドレッシングっていうのをその同期と一緒にやってたんですけど、こうまあ分かんないわけですよ。ワックスをつけてどういう風に水つけて磨くかみたいな、でこの水分量とかも分かんなくて、どんぐらい湿らせればいいんだろうみたいな。この水分量ってすっごく難しいんですよね。やっぱり感覚、今はもう感覚的にどんぐらいって分かったのでできますけど、当時は全然分からなくて、ワックス塗ってるのになんで光らないんだと思いながらやってましたね。ワックスを塗れば光ると思ってましたね。なんかワックスを塗ってさらにこういう風に水で研いで、その研ぎ方も難しいんですけどね、研いで初めて光るわけですからね、こういう風に。その頃はまだこんなに沼にはまるとは思ってなかったんですけどね。こっち割とすんなり光ってくれますね。ちょっと今びっくりしたんですけど、スコッチグレインのシャインオアレインってめちゃくちゃ磨きにくいんですよね。難しいんですよね。銀座三越で靴磨き選手権っていうのが前、行われてた時、ま、ちょっとコロナで最近ないので、もう次いつあるのか分かんないですけど、それのその銀座三越でなんか予選会を勝ち上がられて、銀座三越にこうね、で行われる、あれ一次予選っていうんですかね、の時の靴はシャインワレインの、シャインワレインのさらにそのなんて、あれ普通のシャインワレインじゃないらしくてですね、その普通のアメ用のやつじゃないらしくて、その予選用にどっかの過程をすっ飛ばしてより磨きにくくした靴らしいんですよね。ただでさえ私初めて靴磨きを習いに行ったの銀座のスコッチグレインに習いに行ったんですよ。銀座のスコッチグレインでモルトドレッシング講習会っていうのがあって、それに行って靴磨きをこう初めてちゃんと教えてもらったんですけど、ただでしたね。それも嬉しかったですね。無料であんないい講習が受けられるのかみたいな。で行ってでその時に僕シャインワレインを持ってったんですよね。シャインワレインを持ってって教えてもら、自分の靴を持ってって教えてもらったんですけど、そこにおられたその講師の先生が、この靴はね磨きにくいんだよって教えてくれましたね。磨くのがすごく難しくてって、上手に磨けるようになるまでにちょっと時間がかかるから頑張ってくださいっていう風に言われて、まあ難しかったんですよね。本当に難しくて、ちゃんと光るようになるまでにその靴はどんぐらいだろう、半年ぐらいかかりましたかね。大変でしたね、シャインワレインは。まあでもやっぱその時はスキルもっていうか、今もそんなあるわけじゃないですけど、靴磨きのやり方もそんなに習熟してなかった頃だったんで、その次に2足シャインワレイン持ってるんですけど、シャインワレイン2足目買った時はそんなに難しく感じなかったですね。でもやっぱりちょっと身が光るんですけど、なんて言うんですかね、その靴に定着する感じがなくて、こうちょっと期間が経つと剥がれてくるんですよね、表面が。だからちゃんと革にこう乗ってないというか、そんな感覚があって、まあ、それも 時をこう経るごとにだんだんその感覚ってなくなっていくんですけど、
なくなっていくというか、だんだん皮に馴染んで、ワックスが馴染んで乗るようになってはくるんですけど、難しい皮ですね。あのフッ素を締め、なめす時にフッ素を染み込ませてなめしている皮らしいんですけど、まあ、それで撥水効果を得てる靴らしいんですけどね。難しいんすよ。はい、2足目完成。トレーディングポストオリジナルの撥水ね、こんな感じで。はい、次はい最後ですね、オリエンタル。やっぱりこのデザインってないっすね。唯一無二というか、あの昔の靴とかで見ますけど、今これを新たに作ってるメーカーさんってなんかない気がしますね。これ磨くの難しいな。なんかここのパーツが、ここの部分が狭いんでね。ああそうだ、なんか前に質問でなんでこれ叩いてるんですかって言われたんですけど、水分量調整してるんですよね。これ叩いて、水分多すぎた時はこうやって叩いて水分落としてます。こう塗ってるうちにやっぱ水分って奪われていって、こうこまめにこう布に補給が必要になるんですよね。
いや本当に喋ることなくなってきましたね。喋りすぎてもう1時間近く動画撮ってるんですよね。いや長くなってしまって申し訳ない。これ全部見ておられる方いらっしゃるんですかね。相当靴が好きな方か、あの優しい方しか、相当靴が好きでかつ優しい方しかもうここまで生き残っておられない気がしますね。うん、かっちょいい。うん、よしよし。よし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 よいしょ。どんな感じでしょうか。だいぶやっぱり磨くと変わりますね。断然かっこよくなりますね。革靴ってやっぱりこれがいいですね。磨くとかっこよくなるっていう。はあ、3足プレメンテというか、まあプレメンテ実質なんというか2足は鏡面だけでしたけど、3足磨くって疲れますね。はい、いやー、まあでも楽しい。やっぱり靴磨きって楽しいですね。変態なんで。いやー、もう最近また欲しい靴が増えてしまいまして、今一足また欲しいのがあってですね、ただ置く場所がないからどうしようかなっていうところなんですけど、何足か今持ってるものちょっと手放せたら迎え入れようかなと思ってるのが一足はあるんですけど、いやーね、でも3足増えたんで、まずはこの増えた靴たちを履いていきたいななんて思っております。はい、はあ、なんかプレメンテのお話とか、なんか靴の沼への入り方とか、なんかそんなことを話した気がするんですけども、何話したかあんまり覚えてないですね。ああ、はい、じゃあですね、そんなこんなで、今日はこの辺にしておこうかなと思います。プレメンテのとか、本当に靴って作られた後に仕上げの工程としてワックスまではされない、一部ワックスまでされてるメーカーさんもねあるみたいですけど、やっぱり海外メーカーとかはその鏡面しても輸送の途中で割れてしまったりするのであまりないみたいですけど、国内メーカーさんだったら ちらほらワックスまでっていう、メーカーさんもあるみたいですけど、基本はクリーム塗ってブラシがけまではされた状態でこう運ばれてくるので、プレメンテの段階で汚れ落としするとかそういうことは必要ないと思います。別に革に不要なストレスをかけるのも必要ないのかなと個人的には思いますので、新品の靴買われた方はですね、そのままワックス乗っけていただくなりしていただければいいのかなと個人的には思ったりしております。それちょっと違うぞみたいな認識が誤っておりましたらですね、ぜひコメントいただければ幸いです。はい、そんな感じでですね、今日の動画はこの辺りにしておこうかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。